1940年頃、モトローラ SCR-300SCR-300 は、第二次世界大戦中にアメリカ陸軍通信部隊が使用した、携帯型トランシーバーである。このバックパックに取り付けられたユニットは、ウォーキートーキーと呼ばれた最初の無線機だった。1940年、モトローラは、不評部隊が戦場で使用するための携帯型の、 電池式音声無線受信機、送信機を開発する契約をアメリカ合衆国陸軍省から受注した。プロジェクトのエンジニアリングチームのダニエル・イー・ノーブルは周波数変調を使用した設計を考案した主な電波工学エンジニアはヘンリック・マグネスキー、マリオン・ボンド、ロイド・モリス、ビル・フォーゲルで構成されていた。 SCR-300 は40.0から 48.0MHz の周波数帯で動作し、チャネライズされていた。SCR-508 や SCR-608 などの他の戦車無線機や、砲兵無線機とともに、SCR-300 は、組用無線機の AM 単波放送から、FM 超単波への移行の始まりだった。SCR-300 は、 ハンドヘルドモデルではなく、比較的大型のバックパック搭載無線機だが、陸軍省テクニカルマニュアル TM-11 から242で、主に不評部隊の戦闘部隊のウォーキー・トーキーとして、意図されていたと説明され、ウォーキー・トーキーという言葉が最初に使用された。最終的な採用試験は、1942年春に、ケンタッキー州、フォートノックスで行われた。 これらのテスト中の SCR-300 のパフォーマンスは干渉を介して通信する能力と設計の堅牢な品質を実証した。モトローラは第二次世界大戦中に SCR-300 ユニットを5万台近く生産する予定でした。SCR-300 は1943年8月に太平洋戦争の入場時後で実戦投入された。 アンケンブラント大佐はミード将軍に彼らはまさにこの劇場の最前線のコミュニケーションに必要なものであると伝えた。彼の見解では主な困難は彼らに新しい電池を供給し続けることだった。SCR-300 はノルマンディー侵攻とイタリア戦線で対応された。またバルジの戦いでは混乱を防ぐのに役立つ重要な装備にもなった。 イギリスは1947年から SCR-300 をワイヤレスセットナンバー31として採用した。信号体ラジオセット SCR-300、ASCR-300 AS は真空管18本を使用した電池式無線トランシーバーだった。FM トランスミッター送信機とダブルスーパーヘテロダイン受信機を使用しました。スケルチ回路 自動周波数制御回路、推奨制御構成回路を組み込んでいました。ありがとうございます。